さて、ここからは地球研准教授の菊池直樹さんを聞き手にお迎えして、中野さんからさらにお話を伺いたいと思います。菊池さんは環境社会学を専門とされ、過去には兵庫県コウノトリの里公園研究員としてコウノトリの野生復帰プロジェクトに参画し、人とコウノトリの関わりについて研究されてきました。現在は地球圏の研究プロジェクト、地域環境地形成による新たなコモンズの創生と持続可能な管理の共同リーダーとしてご活躍されています。それでは中野さん、菊池さん、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。菊池と言います。よろしくお願いします。私は環境社会学という学問をやってますので、今日のようなお話は全くの素人で、ほぼ素人目線でちょっといろいろとお話を聞かせていただきたいと思うんですけども、ちょっとあまり時間がないので、いくつか論点を絞ってお話聞きたいと思います。で、最初にですね、最初というか打ち合わせの段階で結構その水のこう個性とか多様性っていう話を聞いていたんですけども、本当かなというかですね、水のその個性って何だろうというふうに思ってたんですね。で、今日の講演の中で、水が生き物のように見えるというお話ありましたね。で、私もだんだん聞いてるとそういうふうに見えてきて、なんかいろんな形があって、なんかその面白いなというかですね、そういうふうに非常に分かりやすくいろんなその水の個性というものをちょっとお話していただいたと思います。で、その中で成分の由来が雨であったりとか地質であったり人間活動、そういうものによっていろんな個性が出てくるというお話で、まさにこういろんなつながりがこうを解明するというものとして、その、同位体環境学というものの、その持つその力みたいなものがこう今日の話から出てきたと思うんですけども、でそういう特に、つながりの解明というようなものが、非常にこういろんな水のこうつながりというものが、水をがこういろんなものとつながりながらこう個性を出しているということが、非常にこう分かってきたわけですけども、ちょっとあれ一つだけちょっとお聞きしたいなというのはですね、そういうようなこうものを調べて、でそれで例えばそのいろんな形がありますけども、直接的にそんなにまだいろんな形があるけども害を及ぼすというようなものでも多分ないと思うんですね。でその時にそういういろんな水の個性というものをこう同位体で分かって、でそれがじゃあどういうふうにじゃあ市民としてそれを受け止めて、でそれをどのようにしてじゃあ地域をこうみんな研究者と市民がとか、あるいは行政とかいろんな方が一緒にその地域をこう考えていくというようなことをしていったらいいのかなということなんですね。その辺がちょっと私の場合はちょっと気になりまして、こういうような非常にこうシャープなものを見せていただいて、じゃあそれをじゃあ地域の問題としてどう考えたらいいのかということですね。で今回特にこういろんな人がこう、水を提供してもらってこう分析をしていただいて、またその結果を市民に戻して、じゃあ市民のとどういうふうにこういうものがまた使えるというか地域を考えるということができるか、その辺ちょっと教えていただきたいんですが。ですね、私こういうようなこと今回初めて市民の方に水を取ってもらってですね、こういうふうな形でまた成果を発表してっていうことでやったんですけども、やはり地球環境研究でとても大事なことはいろんな側面あると思うんですけれども、やはり自分でその環境がどんなふうになっているかということを実感するということがとても大事じゃないかなと思うんですね。で研究者の役割っていくつかあると思うんですけれども、地域の人だけで自分たちだけではわからないような情報を提供するとかですね、一つそれがあると思うんですね。でその出し方とするといろいろあって、例えば私たちのこういう研究所で持っているこういう財産を使って新しい成果を違う情報をもたらすということが一つだと思う。で私自身は今日話した中でも硝酸汚染というのはちょっと私も改めてショッキングだったんですけれども、どんな水もまず飲めますね。そんでそれはむしろ雨の方が実は今日お話ししませんでしたけれども、重金属なんか多くてとてもむしろそのまま飲んだらいけないだけども、こういう水が作られるっていうのは自然の仕組みの中でこうできるということをですね、今日はその本当はそういうことをもう少しうまくお伝えしたかったっていうのが一つなんですね。でやっぱりその
さっき酸性 の、 あの温暖化の問題もそうですけれども、ただ暖かくなるだけじゃなくて、その地球の仕組みそのものをですね変えていくということがとても、 ある意味で、とてもそこが地球環境問題の一番本質的なところだと思うんです。いろんなものが変わっていくということで、そこといかにうまく付き合うかということがとても大事なんだと思うんです。で、今日の水は全て飲めますけれども、そういう変化をなかなかそのむしろ私たちの市民の人の今回力を借りてですね、こういうことがまあ分かってきたということ で、 そこでお互いこういうふうに何かその変化をですね実感し合えて、まあ、実は今回のやつも最後に言いましたけれども、また次のステップにね行ければいいなと、そんな思いで今日話をしていただきさせていただきました。で、あともう一ついいですか。で、私自身今日は京都の皆さんにこういうふうにしていただいたんですけども、前回西条市の場合は市民の方地下水1000点とかですね、例えば大野市の場合には小学校の学校教育の中で今子どもたちが水を集めてくれて、それを私たちに測って、それを今度市に返すようなことをやってます。で、やはり大学共同利用機関ですけれども、高校があって中学小学校の高校があるんだとしたらば、そういう私たちはそういう、 こう教育医師の環境教育をですね、こういうもの水以降を通してでも見えますので、その水を通して今度生き物とか人の関係をですね、皆さんが少し関心持っていただければいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ですね、やっぱり今日は地球圏の市民セミナーということなんですけども、まあ、地球圏の良さっていうのはこういう中野さんのようなこう同位体環境学をやる人と、私はコウノトリを野生に戻すという仕事をまあ長年やってきていて、まあ、特に社会学という、 こう人間の側から考えるということをやっている、まあ、そういう人たちがこう出会って、例えばその、まあ、ある地域のこう環境のまあ、考えましょうとか環境の計画を作ろうという時に、まあ接点があって一緒にできるということですよね。で、その辺が非常にこう地球圏の、まあ、私もまあ来てまだ3年しか経ってませんけども、非常に今日はそういう意味で非常に大きなこう、私にとってみてもこう刺激というか、こういうこといろんなことができそうだなと思ったんですけども、中野さんからしてもどうでしょうか。そうですね、これ11月の時もお話ししたんですけれども、地下水ってその地域の宝みたいなところがあって、ところが川の水っていうのは見えますから、私たち研究者がその場で行っても取れるんです。ところが地下水って井戸ですよね。だからその井戸の水を管理している人が協力してもらえなければわからないんですね。で、西条市の場合も大野市の場合もある意味でその、逆にその市民の人が協力がないと研究進まないし、という側面があるんですね。で、私この研究を始めたのはもともと西条市なんですけれども、これは西条市からのやっぱりリクエストがあって、まあ地球圏の谷口さんが頑張ってですね、昨年水循環基本法っていうのができました。で、地下水条例っていうのは基本法ってのはできなかったんですけれども、基本的にやはりそういうその地表の水も地下の水もお互いつながってるってことをまず分かった上でですね、ちゃんとした分かった上で、それから次 の、 その私たちがどういうふうな社会を作っていくかっていうその制度を作らなくちゃいけない。で、西条市の場合はですね、今私たちがああいう結果をもとに今ちょうど先週西条市に行って今ちょっと条例作りをやってます。で、ただ条例作りをやってもやっぱそれを受け入れるのはまた市民の方なので、またその市民の人と次のステージに入るようなそういう研究をですね、ある意味でこれから交流しながらやっていくっていうことが所長が言われているその超学際研究といいますか、社会と連携した研究の一つになればいいなと、そんなふうにもう退職間際なんですけれどもそんなふうに思ってます。まだまだ地球圏に関わっていただいていただければと思うんですけども、まあそうですね、ちょっともう時間がほとんどないので、まあ、これで終わりにしたいと思いますが、まあ、今日のお話は非常にこう水のつながりというものがこう、まあ、同位体を使って同位体分析を使ってこう、まあ、いろんな形で見えてきたというお話でしたね。で、それはまあ非常に地球圏ならではのこうある種その力を、まあ、示しているものでありますけども、まあ、もう一つそのつながりというのはおそらく
人のつながりというか、こういうものを使ってじゃあ研究者と市民がつながる、まあ、つながりが出てきたりとか、あるいはその地域のその何かのこう問題を考えるというようなつながりができるとかっていうのが、まあ多分次のこうステップでありますし、まあ、その時にまあ同位体の方々とまあ社会学の人であるとか、あるいは市民の人とか、あるいは今日の話だと農家の人と会ったり、農家の人がこういうデータを見た時にどういうふうに考えるかとかっていう、そういうようなこういろんなこう環境問題を、まあ、自分たちの問題として考えるための何か大きなツールというか、そのための人、いろんな人のつながりを作るためのツールとしての、まあ、可能性があるんじゃないかなというふうに、私は思いました。また皆さんは、まあ、今日の話を聞いてどう思ったのかというのはちょっとなかなかあの皆さん聞きたいんですけども、ちょっと時間の関係もありまして一人一人の方に聞くことできませんが、まあ、そういう可能性もこうあったんじゃないかと。でまた皆さんこういうふうに今日ですね熱心にお話を聞いていただいたってことは、多分こういう中野さんの研究から自分の問題として考えるきっかけになったんじゃないかというふうに思います。ちょっとあの駆け足になりましたが、まあ、一応ここでちょっとまああの対談という形では、これぐらいで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。中野さん、菊池さん、ありがとうございました。冒頭に安成所長からもご案内があったんですけれども、明日国立京都国際会館にて、15時から17時まで中野先生の退職記念講演を行います。一般の方もご参加可能です。当日受付も行いますので、ご興味のある方は受付にチラシを置いてございますのでどうぞお持ち帰りください。時間が押してるんですけれども、最後3月いっぱいで、退職されるということで、中野先生から一言簡単にいただきたいと思います。どうあのですね、あの私地球圏に12年おったんですけれども、あのこういうふうに市民、セミナーですか、出していただいたのは実はあの前回の11月が初めてだったんです。で、あの、まあ、今回こういう機会を与えていただいたことにまずあの署の方にあの感謝したいと思います。で、私自身はあのようやく地球圏でもですね、こういう分析ができるようになりました。で、今いろんな大学とこう連携してるんですけれども、やはりその先にはですね、やはりあのいろんなステークホルダーと私たちは言ってますけれども、市民の方とかいろんな企業の方とかですね、そういうところとこう連携してですね、先ほどあの菊池さんがあのちょっと言っていただいたんですけれども、あの私たちあの人間文化研究機構のところで人と水という研究をやりました。で、それはどういうことかというと、結局水の研究をするんだけれども、水を介して人と人とか地域と地域をつなげるということがとてもエッセンスになってます。で、あの、まあ、今回最後になりまして、こういう機会を与えていただいて、こういう結果も出てきておりますもんですから、あのぜひこれをまた一つ の, あのきっかけにしてですね、次のステップにあの署の方も進んでいただければなという、まあ、これちょっと所長に対するのリクエストもあるんですけれども、あの、まあ、私もですね、可能な限り あと1週間経った時には京都を去りますけれども、またあの、京都の方には、そういう形で関わることができればと思ってます。で、明日あの、3時から、私の今までの研究のことをあのちょっとお話ししますけれども、もし興味ある方がいらっしゃいましたらですね、まあ、参加していただければと思います。あの最後にあの本当にこういう機会で皆さんとあの1回だけでした、今回は1回だけでしたけれども、こういう機会を与えていただきまして、あのまた皆さんと知り合えてとてもあの楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にどうもありがとうございました。